今日は二刀流大谷の先発ゲーム7番ピッチャーでした。その立ち上がりヒット2本打たれるんですが、和田をセカンドゴロに打ち取ります。まあ、とりあえずゼロでスタートしたというのは大谷はいい形にはなりました。 そうですね。そして一方山井が先発で立ち上がり、ワンアウト二塁三塁、ここで中田しっかり変化球を捉えました。レフトへのライナー、十分の犠牲フライ、西川が帰ってきます。まず1点を先制です。さらに続く好調ミランダが1、2塁間を破りました。大引きが帰って2点目、立ち上がり2点を先制です。2回からパーフェクトピッチングの大谷、これは5回のピッチング、平田を空振り三振。今日は158キロ連発でしたもんね。ありましたね。しかもフォークスライダーも冴えています。谷繁をサードロ、これは近藤もうまい守備で盛り立てました。この辺は集中してました。で5回の裏、さあこれ2アウトから一塁にいてミランダのこの当たり、ボールがライン際転がりました。二塁三塁、白井コーチはぐるぐる手を回し、中田がチョークホームに帰ってきました。ナイスなんですよ。激走で3点目、さらに近藤が追い打ち左中間、真ん中を破るタイムリーヒット、これで4点目。これでも勝負があったかというような雰囲気になったんですけど、はい、野球って怖い6回の表、フォアボールあり、テキサスリーガースヒットあり、満塁アウトが取れません。で森のストレートを待っていました。低めのボールをレフトフェンス直撃、タイムリーツーベース、3人のランナーが全部帰ってきました。一瞬にして4対3、荒木の走塁もうまかった。さらにノーアウト二塁でこのルナの当たり、これもまあピッチャーから言うとアンラッキーという感じにはなるんですけどね、でもねヒットなんですよ。ヒットなんですね、打たれるべくして打たれてるんですよね、はい、4対4、アウトを取れず大谷降板です。いやこの決断もね、僕は結局は勝利につながったと思ってるんですよ、はい、はい。でこれカーターダブルプレー取れませんでした。で三塁ランナーが生還して5対4、ドラゴンズが勝ち越しです。この天国から地獄へという表情。しかし7回の裏でした。ピッチャーは3人目の又吉、陽大館入ったか分かんなかったって言ってましたけど、当たった瞬間のね、ホームランですよね。本人も当たった瞬間手応えで歩いてましたよ今。ここまで飛んでます。これで5対5同点、次のホームラン、はい、これミランダにデッドボールがあって、ピッチャーパヤノだったんですけど、でこの石川の当たり、これは一生懸命走ってました。このボールバックスクリーンですからなくなるわけないんですけど、この勝ち越しの第1号、プロ入り第1号のツーランホームラン、これで7対5、はい、椅子にめり込んでるんじゃないですか、かもしれないですね。さあそして増井がマウンドに上がりました。ランナー1人出すんですがダブルプレーもあり、そして最後小笠原セカンドゴロに打ち取って試合終了、7対5。交流戦の第1戦、ファイターズがものにしたという今日の一戦でした。ゆうきさん、はい、試合後の谷繁監督のコメントが取れましたのでお伝えします、はい、一度は逆転しましたがね、継投ミスというか又吉の球はね、一発を警戒しないといけない場面だったんですけれどもね、